ゆきさんお願いいたします。久々すぎて打てなかったと。せいやさん、いやね、メンツえぐい。せいやさんのね、西武純正愛を感じます。さあ、ゆうせいてとか許せないと。皆さんね、ルーム作ってね、交流していただけたら嬉しい。なかなか入れないので、おーちゃんさんも申し訳ないです。ほんとね、皆さん申し訳ない。さあ、今日はですね、ルーム終わったらですね、イチローセレクションの寸評会をね、やってなかったのでね、ちょっとそれだけやって今日はな、終わろうかなと思っておりますが、10時半締め切り。さあ、中日純正ね、ここナイスボールよ、ナイスボール。カリステイケメンさん、よろしくお願いいたしますよ。オッケーオッケー。そこは浅村、そこは浅村なんですが、やっぱりね、スピリッツがえげつないことになってるな、これ。4700、うまい。危ない危ない危ない。このね、縦スラがね、曲がりながら落ちて、よしよしよし、オッケー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 、いいよいいよ。さあ、このですね、あ、TikToker さん、左上の表示はですね、レオンもよく分かってません。フェアなんかい。あの、左上の表示って、これなんかね、上手い人が、みんな出してるんで出してるんですけど、なんのこっちゃよく分かってません。これ何？危なー。この辺でね、宇野さんね、落ちてくれ。やばい！危なー。うわ、まずいか、甘いか。いやーですよね。ナイスバッティング。ヒートさん、ごめんなさいね。多分ね、ゆうきさんね、あの、忘れたままね、ちょっと落ちてるだけだと思うんで、戻ってきた時にね、抜けてもらいますんで、ありがとうございますよ。申し訳ないです。ナイスボール、ナイスボール。さあ、ここでね、一球ね、カーブを見せておいて。危なー危なー危ない危ない。何外野前進しとんねん。なー、くっそー。もうだから、なんで入るんだよ、中にボールが。どういうことや。もう耐えよう、コーナー耐えるんだ。だからもうボール球やんけ。もうなえるな。悔しい。レオンもね、それをね、それだけ打てばいいんです。はい、レオンが打てばいいだけ。打たれたら打ち返せばいいだけなんです。まずいか。ここはナイスナイスナイス。 GG GG ナイスよ。ファンタグループさんがね、ありがとうございます。ルーム作ってくれてる。ぜひぜひ交流してください。ふぬくさんね、終わった方からね、終わった方から抜けていただけるので、申し訳ないです。時間がね、あれば、ぜひ参加いただけたらと思います。さあ、レオンもね、それだけ打てばいいんだ。やっぱね、ボール球もね、しっかりね、この枠外もね、しっかり打ち返せれるっていううまさがね、大事。それがね、猛者の方たち、皆さんがね、うまい人たちなんで。頑張れ浅村、頑張れ。惜しい惜しい。ゆうきさん、ありがとうございます。あ、ゆうきさん、お帰りなさい。ありがとうございます。抜けていただいて、ゆうきさん、ありがとうございます。さあ、カズオナイバッチ。あそこをね、カズオはここ二塁までいける。ナイス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 。広角出てるね。っていうことは、インコース攻めくるか。やっぱり、くっそーくっそー。集中、落としてくるか。カブレラ、ナイス。なるほどね、あそこら辺が入ってくる。ボールか、ボールか。
あそこ振っちゃうんだな。今日巨人少ないね。確かに巨人少ないっすね。確かに。ルームはね、作り直しませんよ。蕎麦社長さん、ごめんなさい。入っていただいてるのでね。はい。皆さんが入っていただいてるので。ふぬくさんは巨人純正でいきますと。いやね、ぜひね、純正同士で、皆さん交流していただけたら嬉しい。レオもですね、皆さんとぜひやりたいんですが、なかなかね、時間の都合上申し訳ないです。はじめましてマッチとかもね、やろうと、やってますので、ぜひね、その際にはね、一度もやったことないよっていう方、オッケー。そこはカズオ。そこはカズオ。さあ、ここで大島さんか。大島さんね。カーブを主体に。いやね、コーナーで勝てなきゃね、厳しいんですよ。やっぱセーブは。そこはカズオ！どこまで守ってんねん！カズオ！カズオ！やっぱりカズオ！いやーね、取ってよかった！レオン！カズオを取ってよかった！そこを守ってくれるカズオ！あ、今のカブちゃん取れないか。さあ、頑張ろう。頑張ろう。コーナー。抜けるかー。うまいね。あそこをね、しっかり。あそこをボール球を、ちょっと中に入りすぎてるのか。もっと外め？もっと外めに。うん。ここの出し入れ。うわ、入ってない、白井さん。オッケー。同じところら辺に球種を変えて投げ込むといいよっていう風に教えてもらって、カットボールをね、このビタに入れてたら、ボールでいい。うん、オッケー。たまに甘いところもいいんじゃないかっていう。よし。オッケー。お願いします。超大白井さんとね、カブレラとは大違いの守備だと。さあ、トリップさん、あそこはショートはですね、レオンはですね、松井和夫です。はい。さあ、追いつくぞ。大野雄大。ナイスボール。集中よ。今のも入ってたよな、ここ多分ね、白井さん取ってたよな、ここは。よし、うわー、ファールかー、惜しいよ。ボール、オッケー。あそこのスライはあれぐらい曲がる。あの速球は、わかりまへんって。これはマルティか、上野さん。レオンさんの敵、相手の味方、白井。その通り、春丸さん。梅野さん、初対戦かも。高速スライね。球種結構いいな。二種の落ちる球。よし。オッケー。ナイバッチ。いやね、GG ね、ネタ抜きでね、結構打ちやすいんですよね。さあ、モリン。落ちないかー。わー、ちょっとバットの先だったか、今の。さあ、アップル。集中よ。落ちない、カットか。アップル、いいとこ飛びすぎたかー。くっそー。ありがとうございました。カリステイケメンさん。ありがとうございました。ナイスゲーム。捉えてるけどなと、春丸さんで惜しかった。